2012年北海男節でデビューから2024年で12年の中西理恵さんの今作品は、愛した人からリンゴの花が咲く頃、一緒に故郷に行こうと話してたのに、私一人寂しく、この世にいない人の故郷を訪れた2024年4月3日発売の新曲です。津軽白いリンゴの花が咲く。寒さが身を切る津軽晩夏。2024年4月3日発売、中西理恵さんの新曲「津軽晩夏」でした。風の